僕はケンちゃん、何でも知りたがりの小学生。熊本には僕の知らないことがいっぱい。友達のくまモンと一緒に熊本を飛び回って調べていくよ。くまモン、この前家族とドライブしてたらすごくかっこいい建物見つけたんだ。公民館って感じはするんだけど、外観がすごくおしゃれなんだ。いや、もっとよく中見てみたいな。中はどうなってるんだろうな。多分ね、おしゃれでね、あのなんか中、あの中を見たら、あれあれあれ、ケンちゃん、また考え事して小さくなっちゃったね。それは熊本アートポリスの一環で作られているみんなの家のことかな。今回は熊本アートポリスのみんなの家について調べてみましょう。熊本アートポリスは他県にはない熊本独自の建築文化事業で、今年で36年目を迎えます。これまでに熊本中央警察署や八代市立博物館、牛深ハイヤ大橋、昨年7月に完成した熊本地震震災ミュージアム記憶など、様々な建造物が誕生し、国内外から高い評価を受けています。そんな熊本アートポリスは被災地の復興でも大きな役割を果たしています。その一つが、被災された方々のコミュニティの再生を促すために整備されたみんなの家です。平成23年に熊本アートポリスの初めての県外事業として、東日本大震災で被災した宮城県仙台市に宮城野区のみんなの家が建設されました。その後、平成24年の熊本広域大水害や平成28年の熊本地震、令和2年7月豪雨災害の被災地でこれまで100軒以上が建設されました。また仮設団地の閉鎖に伴い使われなくなったみんなの家は、解体するのではなく別の場所に移築するなどして、新たな地域づくりの拠点として活用されています。現在も県南の9つの地区で豪雨災害で被災した公民館に代わるみんなの家の整備が進められています。やってきたのは、昨年7月に八代市坂本町に完成した中津道のみんなの家です。もともと小学校があった高台に建設されました。木がたくさん使ってあって温かみを感じますね。どういったコンセプトで建てられたんですか？自然と共にあるみんなの家をコンセプトに、設計の時から何度も地区の皆さんと意見交換し計画いたしました。こだわりの部分はありますか？建築家の柳沢淳さんに、ここにしかない建物を設計していただきました。大きな柱と木構造の組み方を工夫することで、室内に柱がない大空間を確保しました。このベンチも素敵ですね。このベンチは、建築を学ぶ九州の大学生グループが地域の皆さんと一緒に作ったものです。みんなの家が完成していかがですか？はい、公民館が土砂で埋没し、集いの場をどうするか悩んだ時がありましたが、皆さんの支援のおかげでとても素敵なみんなの家が完成し、とても嬉しく思っております。今は中津見地区のサロン等などの集まりで使っていますが、みんなとても安らぐこの場所が大好きです。次回の GO! 熊本ナビは、若者の仕事探しを支援するジョブカフェ熊本について調査します。おめでとう。